翔吾、スキー、大西、トラブル、ブイキンです。マイド。さあ皆さん、もう YouTuber 初めて、まあ事務所含めたら1年経過しまして、はい、コティンチャンネルになってから間もなく半年というところでございますよ、はい、たくさん動画上げてきましたよ、週3で。最後だよな、はい、はい、何一つまだバズってない。悲しい、悲しい、うん、いつかは YouTuber たち100万再生ぐらい行ってみたいと、そうですね、思うんですけれども、 YouTuber にとって大切なのはもちろん動画の内容もなんですけど、再生ボタンを押すためのサムネとタイトルもすごい大事なわけですよ。でそこでなんと大西の父親からなんかゲームが送られてきたと。はい、はい、タイトルが動画アップしてみたクソ笑ったという感じになってますけれども、はい、はいはい、このゲームどういうゲームかと申しますと、ルールを説明しましょう。こんな感じです、ドン、はい。さあ、ということで見た通りタイトルを作っていくというゲームなんですよ。今からみんな一人6枚持ってタイトルを作っていこうという、はい、簡単に言ったらそんな流れになってます、はい、それではやっていきたいと思います。レッツラゴー、ベビキン。じゃあ、富村さんがまず視聴者です。はい、今から3人が引きます。はい、では、俺ら6枚ずつ引きますか。はい、うん、じゃあ、行きましょう。じゃあ、ちょっと作りましょう。じゃあ、みんな考えてください。はい、OK です。じゃあ、富村さんが、大西さんからどうぞ。では、行かしていきます。はい、トラマルさんの大好きな言葉を決め合わせてみました。はい、大流行、うん、催眠術師、大爆発爆発を時代好きですから、彼は事件ですね。はい、じゃあ続いて俺いきますよ。めっちゃ臭い対決に涙が止まらない。あ、これしかなかったんですよ。セッションマンでございます。はい、買ったよ。はい、大暴れ、うん、最高級ハゲオヤシどれですか。せーの、これ、これ、ありがとうございます。あんなオチ言ってもても、ああ、なるほど、うん、爆発オチはもう来るって分かってるけど、うん、やっぱりやんっていうのがええわけで、なるほどな、うん、そういうのは多分ハゲオヤシを弾けるからと思ってベビキン。じゃあ、次、お兄さんね。はい、では私が視聴者ですので、はい、はい、では皆さん6枚ずつ引きましょう。俺できた。じゃあ俺できたんでやっていいですか。どうぞ、いきますよ。出会って3秒で巨大ゴキブリ。なるほどな。では拙者の番でやらせていただきたいと思います。はい、11年前方後円墳に喧嘩打ってきた意味わかんない意味わかんない、うらーうらーって全部ポコに、お前誰が死んだんじゃい。それは10回やる、10回やるじゃあ、トラマルさんお願いします。大激怒、はい、謝罪係長新しいよね、うん、このカッコ真ん中に使われたら、ね、謝罪係長が大激怒してんねんで見るやろ相当なんかあってんねん、これ見るで、ね、あの謝罪係長が大激怒してんねんで。はい、では決めました。はい、僕が見る動画は、はい、謝罪係長、謝罪係長やじゃあさ、ハゲオヤジとか謝罪係長とかそういうのおっさん系ずるよな。おっさん系のおっさん系出たおもろだよ、すでにベビキン。じゃあ次は、シーさん、拙者のようだな、はい、拙者が求めている動画が解除でございますからな。できた方からお手を挙げください。はい、ではもやもやどうぞ。今のご時世ですよ。はい、マジマンジ政治家と踊っていた結構強いな、それな。じゃあ俺言っていいですか。どうぞ。でも俺も今のご時世にちょっと行きたいと思います、はい、プレゼント企画、マシュマロトイレットペーパー欲しいやろ。しかもマシュマロトイレットペーパーという柔らかい素材が売りの、やっぱりこう、おケツを包んでくれるふわふわの、ふわふわの、うんちしてもふわふわの、もう切れかけの時でもふわふわのやつをプレゼント企画確かにそれは見てしまうかもしれない、はい、欲しいかもしれないね。ご時世系でいきます。ご時世系、はい、じゃあ、トラマルいきます。はい、ちょっとこれ、はい、想像力を働かしてほしい、はい、はい、だからサムネイルも大事なのかなと思うんですけど、誰でも簡単24時間買い占めた。果たして何を買い占めたんでしょうか。いろんな想像がちょっとついてくると思うんですけど、多分これはね、サムネイルが大事。サムネイルが大事かもしれない、うん、確かにそれは。24時間まず行動することは簡単じゃないから過酷やな。過酷分かってるよ、うんうん、はい、僕今拙者決めました。はい、拙者が見たいと思う動画は、はい、ショーゴの
プレゼント企画、まとまろうトイレットペーパー。ありがとうございます。トイレとかうんちに近い方が。やっぱりね。ベビキン。それでは皆さん、最後の。最後。私が視聴者になりますので。はい。はい。よく見てください。あー早く動画見たいなあ。あ、これ最初にやってみよう。はい、次が早い。100人で、はい、リアル神私だって、私だお前だったのか、100人でやる。なるほどね、うん、ちょっと弱いか。うん、その100人のギャグ戦にもよるからね。はいはい、都市伝説、はい、メイク、マサイ族。これサムネが大事なんですけど、うん、マサイ族がマサイ族のメイクしてるわけじゃなくて、うん、マサイが最近の感じのメイクをしてる。そ、都市伝説ってのはあるんですか。これは気分。あ、気分気分大事やろ。あ、もうじゃあもうそれか帰ってくる。もう一個あんねん。もう一個あんねん。うん、二重投稿だし、うん、笑ってはいけないレモン MV。 あ、そっちや気になるやろ。ヨメズンさんのレモンを、うんうん、そう、笑ってはいけないレモン MV だいぶディスに入ってるけど、しかもカタカナのレモンですからね、うん、まあ最悪使えそうになかったら P を入れましょう。はい、そうですね、これ YouTube として可能なのかどうかってところは、まあいざ審議ということで、私のまああくまでこういう動画があるかもしれないと思っただけであって、私がこれを想像しているわけではないことだけを覚えておいてほしいなと思っております。はい、私が見たの決まりましたよ。はい、何、レモンの MV や。やった。一番動画の再生回数が今、トラボルさん。トラボルさんです。やった。はい、ちょっと待って、どしもれた。早朝大分者。これお前これしとけばどうやってこれしとけば YouTube やったやろ。お前これしとけばこの二重投稿にもならんから、お前もう言ってたで、100万。おい、YouTube でこの扱いのね、早朝大噴射。わらわらわらって、誰に言ってんだろ。